しです。放水亭にようこそ。こちらのチャンネルでは皆様に着物に関する情報を発信しています。先日私大分の湯布院に行ってまいりました。で今回は湯布院の素敵なお店の紹介とあとこちらの帯結びをしていこうと思います。のお店の紹介は今回全部してしまうと長い動画になりますので今回と次回の2回に分けてしていきます。それから前回のライブの時にですねこの半襟を広く見せるのはどうやってしているんですかというご質問があったんですけれどこれはね特にテクニックはないんですが一つ言うとここのねもう耳下のところから襦袢と着物の襟をね高さを揃えないでもう襦袢を出していくような形で着ていくといいですね。それでもっと出したいなと思う時は着物の肩山のところをね着物だけですねつまんでそしてこれをぐーっとこうやってあげるとこれでまた襟が広く出てきた感じになりますね。それから襦袢のねここの半襟をたくさん出したい場合はこれは今ねバチエル仕立ての半襟を長襦袢を着ているんですがバチエル仕立てだと広く見せるともうここの襦袢と襟のギリギリのところまで出すような形になるんですね。ですから広く見せたい場合はできれば長襦袢も広襟仕立てに仕立てておいて広襟仕立てに仕立てておいてそして襦袢のね襟の幅も自分で自由に変えれるようにしておくといいと思います。Thank you.
帯結びをしていきます。準備するものは半幅帯と、あと着物用のクリップがある方は1本用意してください。まず最初に半幅帯の手先を40センチ取ります。で、40センチのところに印でこのクリップをつけておくといいですね。で、これができましたら、半幅帯を自分の後ろから回して、手先が自分の左に来るようにします。そして先ほどクリップで印をつけた40センチのところが自分の体の中心に来るようにしてください。そうしましたら、ここのクリップの位置で左にある手先を下から上にね、折り上げて半分の半幅にしていきます。半幅にしまして、ここちょっと斜めにしておきましょうね。そしてここのクリップのところからこう上に持ち上げてあげます。で、このクリップのところでここの前板にくっつけておくと、これで帯が動かないですね。はい。で、それができましたら、自分の右手にあるタレの方を今折り上げたこの手の上にね、こう巻き込んでいきます。で、一巻きするんですけれど、その時自分が回ってあげると帯が自分の足に絡まらないのでいいですね。で、右にあるタレの方の下線を持ちます。で、左手は今ここ一巻き二巻きしてありますよね。この下の一巻き目の方ですね、ここの下線を持って、ここでギューッと引き締めてあげると自分の体に胴帯が沿ってきます。で、それができましたら、ここで右にあるタレの方を体の中心まで持ってきて、体の中心のところでやはり下から上にこのようにして半分に折ります。ここの中心で半分の帯幅になるようにしますね。で、ここあとは斜めに折って、で、この斜めの最後のところで今この中心を止めてたクリップを取って、この右の下線のところを止めておいてあげます。そうするともう両手離しても帯が緩んでこないのでやりやすいですね。で、ここでタレも手も今半分になっている状態ですね。で、左にある短い方の手が上になるようにして交差します。そしてこの短い手の方を下から上に一結びします。で、ギューッと結んだ時のこの結び目は今胴に巻いてある胴帯の上の方に結び目が来るようにして結んでください。はい。で、しっかりと結んだらこのままねじり止めします。こうやってねじり止めしてあげると結び目が緩んできません。で、今ねじり止めしたので手が左に来てますね。で、タレは右に来ますので、このタレをきれいに表が出るように広げてあげて、このまま右に持ってきますね。今裏が見えてますね。で、だいたいこちらで羽を作りたいんですけれども、だいたい自分の胴幅ぐらいのところで折り返してあげて、胴幅ぐらいの羽の大きさを作ります。そうしましたら、今ここで羽が2枚重なってますよね。こうやってこの2枚の下もしっかりと持ってくださいね。この下もにしっかり2枚しっかりと持って、そしてここで2つ山ひだを作ります。2つ山ひだを作るためには、まず帯幅を半分に折ってあげますね。こうやって、そして半分に折ったら上に一山、下に一山と作ってあげると均等な2つ山ひだになってきます。はい。じゃあここしっかりと持っておいて、で、今左にあるこの手先でここを上からくるんで一結びします。こうくるんで、ここですね、
結び切ってしまいますね。よよいしょ、グッと結び切ってください。はい、で手もきれいに幅を広げてあげます。でタレもきれいにして、ここでギュッとしっかりと結んであげて、でこちらの左の羽と右の羽が同じ大きさになるようにここで整えてください。この時に例えばこちらが大きすぎたらこっちを引いてあげれば羽が小さくなりますし、小さすぎたらこの2枚重なっている上の方をこうやって引っ張っていってあげると羽を大きくすることができます。はい、これで結び切ったリボンができてますね。であとタレが長くこのように残っています。でこの長く残ったタレの、大体でいいんですけど、大体まあ自分の手幅2つ分ぐらいのこの辺ですね。この辺、これはもう目安でいいのであんまりきっちり測らなくても大丈夫です。ここの位置をこの今結んだここの結び目ですね、リボンを結んだ結び目の下から上にこのように通してあげます。そうですね、で通した時にずっと上に持っていって、この垂れ先ですね、垂れ先は抜き切らないで下に残しておきます。で垂れ先の長さはだいたい自分のここにおはしゃりありますよね、おはしゃりより少し長いぐらいにしておくとかっこいいかなと思います。そしてこの上に出てきたこの輪の部分ですね、下に下ろした時にこのおはしょりと同じ長さかちょっと短いぐらいがいいかなと思います。でこの長さの調節は今ここにこれをこうね上に持ち上げた時にここに少し帯の余りがあるんですけれども、この帯の余りでこれを短くしたい場合はこれをこっちに引っ張ってあげると短くなりますし、長くしたい場合はこの今輪になっているこの下の方をこうやって持ってきてあげるとここの余りの部分が短くなって、この上に出ている分が長くなってきますので、このようにして上の帯の長さは調節してください。で私はこの垂れ先はこのぐらいちょっと長めにね、お尻が隠れるぐらいの長さがいいので、このおはしゃりより少し長めに私はしておきます。そしてこちらも同じ長さにしようかな、同じ長さにしようかなと思ったらもうちょっとここ引っ張って、これを長くしてあげて、こう同じぐらいの長さになるようにしてあげます。でここのね上線のとこまっすぐになるように綺麗に整えておいてあげてください。でこれができましたら、この部分をここのね、ここに今結び目がありますよね、結び目の下のこの胴帯のここに挟んでしまいます。この胴帯ですね、ここにこうやって上から入れてキュッと入れて下から出していきます。胴帯と私は前板をね先に結んでしているので胴帯と前板の間になりますね。よいしょ、そして下にこう出してきてあげて、でここのね部分がくるまってる部分がちょっと綺麗な形になるように整えますね。この上の線はまっすぐがいいですね。でここの胴帯もしっかりこうくしゃくしゃとならないように出してあげて、このぐらいの長さでいいかな、こんな感じで、でこの羽もきれいに広げてあげます。こちらはこう半分になっててもいいですし、これをきれいにこう広げてあげてもそれはご自分のお好みでしてください。私は今回はこっちは半分にしておこうかな、その方がちょっと形がいい形に出来上がりますので、こんな感じの仕上がりにします。でこれができましたら、このクリップを取ってこう綺麗にして後ろに回します。
後ろに回すとね、どうしても奥目線とかね、ちょっとずれてきたりしますので、綺麗に直してあげてください。襟もね、先ほど言ったように着物の肩山のところでこうやって持ってあげる、引っ張ってあげるとこの辺がたっぷり出てきてね、襦袢の襟をいっぱい見せることができます。今回の帯結びはとても簡単だったと思いますので、皆様もぜひチャレンジしてみてください。私今教室をオンラインを使ったズーム教室をしています。10月はね、結構埋まってきてますので、もしオンライン教室受けたいなっていう方いらっしゃいましたら、お早めに、ご予約ください。下の説明欄にですね、LINE 公式アカウントの URL を貼っていますので、そちらにお友達登録していただいて、でお友達登録してもらっただけだと私は誰がね登録してるのかわからないので、スタンプを押していただくか、ちょっと短いメッセージでもいいので送っていただけると、私がこの方が登録してくださったんだなっていうのが分かりますので、そちら登録していただいて、そちらからオンラインレッスン受講希望とか送っていただけると受講していただくことができます。で今ですね、1000円のお試し体験レッスンもしていますので、そちらの方をぜひご利用ください。それではまた次週お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。良い週末をお迎えください。